吉田智、発見動画チャンネルの吉田智です。本日は町田市立の国際版画美術館に来ております。こちらの展示室では今高度会の作品展が行われており、展示をされております。まあ、入り口にはこの製品と同時にこの生け花も展示をされているところです。まあ、そういうこの展示会にふさわしい感じです。こちらがずっと作品が並んでまして、特徴としましてはこの大きな作品が数多く出されております。ちょうど今お昼ぐらいの時間帯ですので、今お客さんはやや少なめですが会員の方がいらっしゃいます。第34回ということになっています。高度会の陶芸展ということです。こちらにちょうど先生がいらっしゃいます、須藤先生がいらっしゃいますので、こちらが作品と同時にこの高度会の特徴と先生のこのセーランでいいんですかね。はい、セーランです。セーランのその特徴をお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ簡単に申しさせていただきます。私の方の高度会はもう34回ですから、ずっと年1回で34年展覧会を続けているということになりますが、みんな手びねりで作っております。それで今回私の作品はセーランという題で、ちょっと抹茶のお茶碗っぽい感じのもの、ちょっと惹かれたお茶碗がありましたので、それを大きくしたような感じで作ってみました。もうちょっとこう作品の大きさということでですね、少し見てみたら、はいはい、私の手をちょっと手前に置きましたけど、これほど大きな作品です。こうした毎年展覧会を開いていただいておりますので、できるだけ毎年見させていただこうと思っております。今日が25日ですが、27日までということですので、ぜひ皆さんお時間がある方はお立ち寄りいただきたいと思います。ありがとうございました。どうぞお出かけくださいませ。